大体新車時からもう使ってるやつなので、もう表面がすごいんですよ。もうちょっとガリガリっとやるだけで表面がもう劣化しちゃって取れるんで、これをやすってみようと思います。果たして綺麗になるのかどうか。ここが元の色で、こっちはもう劣化した表面ですね。下の方が、まあ10年以上使っててこんな感じなんで、この値段と耐久性とかを考えると、もうこの箱すごいんですよね。この鍵付きの RV ボックスは、カブに使おうと思えば使えるリアボックスっていっぱいあるんですけど、もうね、こいつが強すぎる。値段の安さと、耐久性、軽さ、サイズ感、これもうほんとヘルメット多分 XL とかでも平気で入るんですよ。よっぽど変なゴテゴテつけてなければ。ツアークロスも入るのかな、どうかな。なので一応もうそろそろ引退間近だけど、復活なるのかどうかをやってみます。邪魔なバックル部分を外すよ。簡単に取れるから鍵は過信しないようにね。うわ、ちょっとこれはすごい。うわ、粉がすごい。これどんだけ表面劣化してんのこれ。すんげえ粉。コロナの関係でマスクは常にしてるんですけど、これこの作業はマジでマスク必須ですね。すごいこれ。とりあえず全体をやすったよ。水洗い。まあこのように水気を取るとなかなかのデコボコ。要は劣化してるんだよね。劣化だね。あの芯の部分が出てないんで。乾いたら、もうすごいことになってるんで、まあもうこれは塗るしかないといって。家にあった適当な塗料でローラー塗り。見てくれは多少良くなったが、まだらになったのはしょうがないね。劣化具合も均一じゃないし、遊び半分なのでこのありさまではあるが、やっぱり塗装は難しいね。仕様には変化がないね。当たり前だけど、いっそのことあれでもあれば買い替えたけど、まだ使えてしまうね。しかし10年以上使うことになるとは思ってなかったね。こうやって見ると元々がすでにひどいので、ひどい状態のニピーカラーが出来上がったみたいだね。しばらくは使ってみるけど、そろそろ交換時期だね。おすすめの箱があったら教えてください。ホームセンターではこれはどうかな、あれはどうかな、という家具のリアルある状態だね。ただこの最強 RV ボックスに太刀打ちできるものがなかなかないんだよね。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。